カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回のヒカクラは効率よくこうトロッコに乗って羊毛を回収できる装置を作りたいと思います。でね、場所はこのサボテン装置とか、前回作ったあの鳥さん装置、焼き鳥装置の横に作りたいと思います。羊ってね、全部で16色いると思うんですけど、まあ5色くらいでもいいのかななんて思ったりもしたんですが、今後ね、羊毛を使って建築する機会も増えそうなので、全色取れるやつにしたいと思います。でね、パソコンも前と変えてるから、そんな重くなんないと思うんですけどね、羊増やしても。それを願っていきたいと思います。さあ、作っていきましょう。まずは、土。土をね、使うんですけど、16箇所、羊が入る部分を作んなきゃいけないわけですよ。で、結構でかくなると思われるので、今後でもここ敷地取っ払うと考えると、あんまりそんな離さなくてもいいのか。まあでも、こんくらいにしとくか。うん。1個開けて、1ブロックごとに16ってことは32ブロック空いてないとダメなのか。やばい、大丈夫かな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、ギリギリだ、結構。はい、じゃあ、こっから作ります。はい、多分見ればすぐわかると思うんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。うわ、本当にでけえな、これ。でかっ。で、あとはどれくらい羊が入るようにするかなんですけど、こういう風にしていくんですよ。この上にね、羊が乗ります。1、2、3、4、5、6、ラッキーセブンぐらいにしとく ?10 にするか、じゃあ。10にしたらこれ、ガラスとか何個いるんだろう。まあいいだろう。はい、これで10です。全部これで作っていきます。はい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 、はいだ。まあでも多分ね、とにかくこういう何、ブロックをいっぱい置かなきゃいけない作業なだけで、あの構造はめちゃくちゃ簡単なので、そう、この一段上がったところに羊を置いて、この周りをトロッコが、動くという装置なんですよ。そう、ただこの上にガラスとか敷き詰めるので、相当ガラスと、あとハーフブロックも使うんですけど、ハーフブロックとガラスの多分消費量がこれ半端ないことになりますね。よいしょよいしょよいしょ。で、多分今日は羊をそんないっぱい捕まえてこれないんで、ちょっと捕まえてきて機能するところまで、やるのが目標でございます。あ、土もちょうどよく足りそうだな。計算通りだ。羊って16色もいるんだよね。薄いグレーとかね、あの茶色とかね、あんまり使わないような色もあると思うんですけど、今後何作るかわかんないからね。はい、これで羊が乗るところは完成。結構多いな。結構ごついね、これ。結構ごつい。さ、夜なんで寝ましょうか。で、この後じゃあレールを。さ、おやすみ。ただこれじゃ足りるかな、足りるかちょっとわかんないな。で、パワードレールもね、使うんですけど、よいしょ。じゃあスタート地点はここにするので、まあ、少し余裕持ってもいいんですけど、じゃあ一応木にしようかな。スタート地点をね、ここに作ります。じゃあこの辺にしますか。で、ここにボタンをつけるんだよね、ボタンを。ボタンをつける。で、ここにパワードレールをね、3枚置いて、で、こっからだね。はい。こうやって周りをずっとレールを置いていく感じです。で、ここでカーブする。で、このカーブする、ここにパワードレールを置こうかなと。で、もちろんその横にはレッドストーントーチ。うん、こんな感じだね。これをひたすら繰り返します。いやー大変だ。うい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 。もう縦だけ置いちゃおっかな、もうこれ。ヒカキン流。縦だけ置いちゃう。あとで一気に、あべべべ。パワードレールだけ置く。そうかそうか、ここまで置いていいんだよね、ここまで。はい。どうせカーブするから。はい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 、はいと。で、次こっち来て。はい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 。あー、もう終わりか。ねえ、ちょっとレールがね、足りなくなりそうだ。まあでもやっぱりこんくらい大きく作った方がね、今後羊毛の取れる効率っていうのが上がるんで、いいんじゃないでしょうかね、こんくらいの大きさで作っても。結構16って長いな、でも。
ここで折り返しか、あ、ギリギリこれで足りたかな。で、ここも同じように、あ、こっちはボタンはいらないかな。ゴールだから。こっちはレッドストーントーチを置いとけば OK かな。よし、ギリギリ足りた。じゃあパワードレールをまとめておいていこう。あれ？あ、片側だけでいいのか、やっべ。レール置き方ミスってるわ、これ。こう行ってきて、次こっち。やべ、これミスってる、ミスってる。あ、ミスってないわ。OK。あー、ここ足りねえじゃん。あははははは。まあ、足りるとこだけ置いていこう。うい、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 ういと。で、レッドストーントーチをポン、ポン、ポン、あばばばばばポン、あポン、なポン、なポン、なポンなって感じで。で、逆側も同じ。うい。で、ポン。ポンと。オッケーオッケーオッケー。こんな感じ。で、次、ハーフブロックを置いていく。これがね、ちょっと大変そうなんだけど、ちょっと複雑なんですけど、まずここ1段目でしょ？で、2段目のここに羊が乗る。で、3段目をガラスで覆っていくんですよ、最終的に。そう、ガラスで覆っていくんですけど、ここがガラスってことね。こういう感じで。なんだけど、その下ですね、その下。ここだけじゃあ仮で作ろっか、ちょっと。こうしてって、ここまで羊が入るから、こういうことだよね。はい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 。で、こう戻ってきて、オッケーオッケーオッケー。こういうことなんですよ。これを全部に作るんですけど、この下にくっつけるの、こうやって。だから、上付きハーフブロックかな。そう。これを全部のところに作ります。これが多分結構大変。ほい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 。そう、これがあることによって、まあ、羊が閉じ込められるんですね。はい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 。こんな感じですね。で、最後に羊を、この上から落とす感じですね。全部に。これを頑張ります。ちょっとね、ガラスも、ハーフブロックも足りなそうな感じがするんで、ちょっと取り行ってこようかな。うん、でもなんかいいね。このレッドストーントーチの感じが。うん。レッドストーントーちゃん。レッドストーントーちゃん。ハーフブロック、ハーフブロック。ハーフブロックとガラスとレール。オッケー。結構なハーフブロックが必要だよね、これ。結構作ってあるんですけどね。スライムトラップの時とかにハーフブロックはね、いっぱいゲットしてるんだな、これが。で、あとは、ガラスか。ガラスはね、砂漠でもう無限に取れるんで、ここに入ってます。オッケー。多分足りるだろう。なんか最近村人さんがすごいこう分散してるんだよね。嬉しいよね、なんか。一箇所に密集してないと。なあ、村人さんや。ドゥッ！よし。さあ、行くぞ。まずハーフブロックだけやっちゃおうかな。こう行って、まあ、こう行くわけだよね。こう行く。そう。こういうことだ。土のあるとこだけなくすっていうことだね。こういうことか。で、こう来て、あ、こう行っていいんだよね。そうそうそう。こういう感じだ。で、挟まっちゃうから逃げる。オッケー。こういう感じだね。いい。後でガラスを上に置いた方が効率いいね、これ。ちょっとここガーって行っちゃおっか。これなんか、まとめてこうやってなんか一列やっちゃった方が早いね。レッドストーントーチもさっきそういう風に置いたけど。よしよしよし。で、こう。あ、いいね、これ。なんか楽しいわ。はい。で、反対側も、おい。あ、挟まってるね、これ。オッケー。あとは、上登ってやってみようかね。これも、あ、これでいいんじゃん。あ、そっか。こうやって、バックしながら置いていった方がいいかな。あ、てか、降りながら行けばいいんだもんね、こうやって。あ、オッケー。最後にこれ残った一箇所全部やろっか。あれ？これ結構ね、僕この作業が大変だろうなって思ってたんですけど、あんま大変じゃないな、これ。全然大変じゃない。で、あとこの上にガラスを置いて、羊入れればもうほぼ完成なんで。よいしょ。まあ、ただ、あんまりこうやって、僕みたいに16色とかって欲張ると、ブロックが結構たくさんいるっていうくらいだね、これ。ほい。相当使うな、これやっぱハーフブロック。あんなに持ってきたのにもう終わりそうだもんね。数百枚いるね。よし、オッケー。で、あとはこの残ったところに置いていく。あ、いいね。はい。はい、あべ。はい。置きずれ。よし、オッケー。やべ、暗いから寝よう。よし。おやすみなさい。
おはようございます。よし行こう。じゃあガラスをね、がっつり上に置いていきましょうか。相当必要これも。そう、僕常に最近ガラス不足なんでね、ちょっと一回機会があったらガーってもう取っちゃいたいんだけど、ガラスをなかなか取る機会がないっていうね。よし、さあガラスをがっつり置いていきます。一番こっちからか。あ、これ楽だね。もうやっぱ地面があるから、これめっちゃ楽。これも同じように作った方が楽かもしれない。こう、あハーフブロックのようにはいかないな、これ。地道に置いていくかはい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 、いいね、綺麗でいいね、なんかね。すごいなこれ。作るの結構簡単だけど、こうやって見ると結構すごい施設だねこれね。見栄えは最高。さあ、で、あと羊さんを最後捕まえてこなきゃいけないんだよね。それが大変なんですよ。まあ2匹入れちゃえば増やせるから、別にね、後で増やせるんですけど、今日なんかね、せめて少し入れたいよね。ちょっとじゃあ羊さんを、登らせるためのなんかちょっとこう階段的なものをこの辺から作って、まあこんな感じでいいよね別にね。この辺から登って、さあこっち来て、こっち来て、ポトンみたいなオッケー、じゃあちょっと羊さんを捕まえてこよう。羊さんって、あ、リードで捕まえてきた方がいいよね。小麦だとついてこなくなっちゃったりするから。よいしょよいしょ。あとトロッコも持ってこなきゃ、トロッコ。てかトロッコがまずちゃんと動くかどうかもね、確認しなきゃいけないし。ちょっとこれムーシュルームちょっとそろそろ増えすぎたから、近々、あー、焼肉パーティーでもするか。相当肉取れるよ。一応染料も持ってこっかね。今こんな感じしかないですけど、じゃあブラックマン、ミスターブラックマンと、赤と、青っぽい色とか、まあこの辺持ってこうか。よし。で、トロッコさん。あるね。で、階段の方がいいかもしれないな。階段持ってっとこっか。羊さん登りやすくするために。よし。あとリード。リード。あるね。羊さん、どこですか？さあ、羊狩りだ、羊狩り。どこいる？あ、とりあえずトロッコテストしてみよっか。よいしょ。ちょっとこれバグってるけど、名前が。いきますよ。ここ置いといて、これ乗って、これ押せばいいのか。せーの、ポン。おー、来たー！お、そう、ほら、こうやって下を通るんですよ。こうやって、ほらほら。で、ここで、こうやって動いてる時にこのハサミを持って、ちょき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 って切るんですよ、ここで。ちょき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 って。で、行きで多分切って、帰りで全部羊毛取ってこれるみたいな。そんな感じだと思うんですよね。そう。帰りがあるから多分しっかり羊毛をゲットできる。大丈夫そうだね、これ。おー。そう、こういう感じ、こういう感じ、ほら。わかりやすいな、これ。うお、いい施設だな、これ。でね、ちょっと空いた時間に毎回こう、羊に毛が生えたら、何回も飼ってれば、多分相当羊毛が、ほらほら、来た！逆走！逆走成功！バッチリだね。とりあえずトロッコはバッチリなんで大丈夫そう。で、これは降りたい時は、あれだよね、こっち向きでスタンバイしてて、ボタンをカチンと押せばいいわけか。あれ、ボタンを押してもダメじゃね？降りりゃいいだけか。それもね、今ここまでで20分くらいでできちゃってるんで、あ、止まるじゃん、これ。そっかそっか。ボタン押してる時だけしかこれ作動しないから止まるんだ。いいね、これ。なかなかいいじゃん、村人さん。すごいもん作ったぜ。よし、じゃあ、捕まえに行こう、羊を。あ、いる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 。焼き鳥の残酷なシーンを見た羊さんだな、これは。間違いない。おい、こっち来てちょ。あともう一匹くらいそっちにいたんだよな。あ、いた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 。これでね、一食は、OK だな。あれ？リード切れてる。こっちだよー。はい、ついてきてる？オッケーオッケー。じゃあ、こっから登って、そういえば階段つけるの忘れてた。こっから登って、登れるかい？はい、おいでおいで。よーし、来た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 。で、あー、危ない危ない。これで、この辺に落っことせばオッケー。
落ちていいよ。意外と落ちないな、彼ら。ほっほっ僕、あ、落ちた落ちた落ちた、よし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 。こういう地道な作業が必要ってことだね。オッケー。やば、これ僕がこれ降りると出れなくなっちゃうのか、下手すると。あ、やばやばやば、上にこれ出るしかない。ほい。で、ここがね、土じゃないと羊はあの草を食べてね、育つので、ここが土っていうのがね、ポイントだね。じゃあ例えばこの羊さんを黒に、しましょうか。ブラック羊、オッケー。ブラックさん、ミスターブラックさん、オッケー。これであとはね、トロッコに乗って狩るだけですわ。だから羊を捕まえるのが大変だね、これ。ちょっとあれだね、小麦を持ってこようか。そこでね、今まさに村人が全力で作ってますから。そう、これすっごいいいですね、これ。ここ最近作った装置の中でね、これが一番いい。あ、もう切れてるの、コップン。で、ここチェスト大きくしました。ほら、こんなに取れてんの、やば。効率めっちゃいいんですよ。でね、来た時は常にこうやって村人に種をね、あげ直したりして。コップンが切れてんだよね、これ多分もう。いや、これは効率いいよ、本当に。やっぱ自分で植える必要がないっていうのが一番時間の短縮なんですよね。はいはい。で、最近ここにね、チェストを置いたんですけど、この中に在庫が入ってます。はい、骨、確か3スタックになるから、これでこう、あー、いいね。やべ、持てねえや。ここにインする。あー、もう空っぽになってる。早い、すぐ空っぽになっちゃうんだな。ただ空っぽになる頃にはもう相当小麦が育ったっていう証拠なんで十分です。ほい。あ、いいね、かなり調子いい。まあこれはいいとして、頑張れよ。ちゃんと買ってね、それね。じゃあおねんねしてラストスパート行きましょうかね。最後にちゃんと毛を刈るところまでやりたいからね。どいてどいておやすみ。えっ、あ、そっか、びっくりした。そうだよね、ここは湧いちゃうもんね。ゴールデンマンは湧くわな。やべやべやべ、ほら、全身ゴールデンだな、お前さん。贅沢な野郎だぜ。ほら、頼むよ、そろそろ。おお、鉄だ、やった。さあ、羊さん、あ、いた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 。もう少し捕まえたい。で、せめてもう一食、もう一食欲しい。はい、いた。もう全然動物いなくてね、この辺。よいしょ、 OK。これ氷渡りがあるから多分ね、ついてこれるんだよね。あ、もう一頭いる、あそこに。あ、ばば、あー、やばい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 、ここはいかん、ここはいかん。よし、来るんじゃ、こっち来るんじゃ、氷の上を。よし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 、もう一匹そこにいたんだけど、あれ、どこ行った、どこ隠れた、逃げたな、さては。あれ、あー、落っこちてるわ。みんな落っこっちゃうよ。あー、よし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 、はい、おいで。氷渡りほんと便利だな、動物も歩けるから。はい、おいで。せっかくだからね、こう階段にしとくか。まあいずれいらなくなるんだけどね、この階段はね。あべべべはい、よし、オッケー。はい、入るよ。あれ、一頭逃げてる。まあいいや、この横に入ろっか。これ狙ったとこに入れるのむずいな、ちょっと。まあまあ、いずれ全部入るっしょ。よし、入った入った入った。結構狙ったとこに入るぞ。はい、こっちこっちこっち、落ちろ、カモン。あー違う違う、歩くの上手ね、あなた。はいはいはい、落ちて。あれ、うまいな、お前歩くの。あ、落っこしちゃった。うわ、むずいなこれ。お前さんはもう大丈夫。これは羊を入れる作業が実はこの今回の作業の中で一番難しいかもしれない。押して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 。よし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 。2匹ずつ入ればね、繁殖できるんで、無駄に3匹入れたくないんだよね。ふい、ふい、ふい、ふい。あー、避けてくる。うまいこと避けてくる。落ちて、落ちて、落ちて。落ちてくれ。あー、落ちちゃった、こっちが。あー、3匹入っちゃった。まあいいや。まあここは白でいっかってことで、トロッコに乗りながらちょっと買ってみようかな。これがまあね、全色ここに入るっていうことなんでね。さあ行きましょう、ぴょん。行きますよ、せーの、ふいっ。でこれで、あれ、
あれ、せーの、ほい。あれ、あ、来た。ほい、早、早いな、結構。早、早、早くないこれ。ちょっとね、本当はこれ全部いるんですけど通り越した。はい、逆走入ります。なんか本当電車みたいだな、これ。あ、ていうかこれ片方向いてれば絶対通るのか。もうこんなグワングワンすると酔っちゃうからね。そっか、ずっとこっちで固定してこうやって来たらカシャカシャカシャってやるんだな。で、連打した方がいいのかな、これ。やっぱり長押しだとなんか心配だよね。カシャカシャカシャってやった方がいいよね。さあ、白狩るぞー。むずいむずいむずい。ふっ、あ、切れてる切れてる。オッケーオッケーオッケー、枯れてる枯れてる。切れてるじゃない、枯れてる。おらおらおら、ちょっと逃しちゃってるけど。いやー、これで、羊毛不足から解消されるな。いや、いいいい。なんか1、2往復すればガーッと取れそうだね。うん、取れてる、ほら、すげえすげえ。はい、というわけで、見た目は結構ね、ごっついんですけど、思ったより簡単に作ることができました。これでね、今後カラフルな建築とか使いたい色のね、羊毛を使う時に、本当に役に立ってくると思うので、できるだけね、早く羊をマックスにして、いっぱい狩れるようにしたいと思います。このヒカキンゲームズ、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして、他の動画も関連動画などからぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう。バイ。